皆さんこんにちは。クリプトンです。最近忙しくて投稿があまりできていなくてすいません。投稿だけでなく、毎段をする時間もあまり取れておらず、その結果アドベンチャーハブのレベルが低いです。もうすぐ夏になって次のシーズンが来るかもしれないので、今日はタワーのバグを用いて、レベルアップさせちゃいたいと思います。よろしくお願いします。バグのやり方は簡単です。まずは普通にタワーを攻略して最上階まで登り、ボスを倒します。素早くクリアするために、アイテム持ち込みバグも使用しています。こちらは今回は紹介しません。倒したら、すぐさまゴールに走る。すると、なんと動くことが可能に、そのままキャンプに帰りましょう。そうすると、タワーを実際にはクリアしていませんが、クリア判定になり、アドベンチャーポイントが溜まったり、承認の更新が行われます。でも、実際にはクリアしていないので、また30回からスタートができ、繰り返すことで、効率よくポイントを稼ぐことができます。今回はとりあえず渋滞倒したいと思います。SNS のフォローは概要欄から。ラスト一周やっていきます。果たしてポイントは溜まっているのでしょうかね？ちゃんと報酬ももらえるので楽しみです。何度も繰り返しているので倒し慣れましたが、無敵時間があるのが相変わらず厄介です。よし。今回はクリアするので戻りません。報酬を受け取って帰ります。帰ってきました。気になる結果は、ランク36。4つも上がりました。一気に解放するのって気持ちいいですね。というわけでクリプトンのランク解除でした。効率がいいのでこれはおすすめですね。僕みたいにランクが低くて困っている人は、ぜひ試してみてください。いければ、チャンネル登録、SNS のフォロー等もよろしくお願いします。それでは、またねー。